わさーんってこれだとロレペゼンボーッボーッからしドン MA です。今僕が一人ということはそうなんです、やるのがドッキリなんです。今回するドッキリはガードマンのクレジットカードを使ってネットで爆買いしてみたドッキリー。はい、ガードマンにドッキリする際に物を潰すんじゃなくてもう財力、そっちを減らしていった方が早いなと思いまして、もうそこを使ってもう爆買いしてやっていったらもうあいつダメージでかいはずなんですよ。ほんでね、今とりあえずガードマン呼んでるんで、来たら確実に人間財布と携帯持って歩くんで、その財布からクレジット抜け出して、クレジット抜け出して、もうあと買い物するだけなんで。まあね、そんな様子をこの画角に収めて見ていただいたら、復興中の幸いズームインということで、ぜひやっていきまーす。バニラ、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 こうしようよ。お邪魔します。お疲れ。お疲れです。元で分かる、なんで土足なん。え、元で分かる。靴脱げ。え、どうですか。土足ってすぐ分かるわ。冗談っすよ。なん、冗談ってなんやん。冗談っすよ。冗談ですよ。え、今日どっか行くっすか。今日どっか行く。はい、行きます。まあ、行くっちゃ行くけどまだ別にいいんちゃう。何が行く、あれやろ、墓参りやろ。なんで墓参り行くねお前。いきなり蛍の墓かお前。おい、いきなり蛍の墓か。いきなり蛍の墓シリーズ。そうだよ。でも、MI 君さ、その、なんかない、よ、なんかないよな、趣味的な、なんか、これっていうのがな、ないよな。確か見えへんもんな。うん、だから、マジで、映画とかよくない？映画。いや、映画別に最近好きやで。何好きなの、映画で。何でも、オールジャンルで見るようになった。何でも。はい。何でも見る。何見るっすか？何見るっすか？何やろ、戦争のやつ。いきなりホタルの墓シリーズ。いきなりホタルの墓シリーズで、こうなる。ホタルのお兄ちゃんのお前服みたいな。もうやめろ、めちゃくちゃあねんけど。ホタルの墓シリーズええって。もうやめろ、だリアルにしよう。リアルに考えてよ、その動く系以外って何でもいいんやって。だから映画鑑賞しかなくない。うん、アニメ、プロゲーマーとか。おいおい、鋼塚さん。鋼塚さんおるやん。やめ、もうやめ、やめて。作りますよ。作りますよは言わん。怒ってくるだけ。え、何好きなアニメ、何好きなアニメ。はい、ドラえもんと、はい、オバキューと、はい、笑うセールスマンかな。うん、藤子さん。ドラえもんの映画が俺好きやな。ピースケ一番好き。ピースケもあるわ。何、何好き。道具で一番好きやな。何、え、道具で、うん、1位、だから3位でランキングしていく。あ、いいね。俺が一番好きなのは、まあ、3位、まあ、スモールライト。うん、で、2位が、野田純志のきびだんご。うん。もう1位、どこでもどうやな、間違いない。ああ、まあまあまあ、それはな。うん。それは、まあ、王道考えて、それは。山ちゃん、なんなん。俺、だ、3位が、終わり？終わりやろ。うん。ねえ、エメイ君、なんすか。まあね、はい、1位ね。うん。まあ、1位が独裁者ボタンかな。ヒトラーヒトラーもキー入ってるやん。1位が?1 位が独裁者ボタン。2位は ?2 位はバラバラボタン。ヒトラー。ヒトラーやん。で、3位は ?3 位が、まあ、やっぱタイムマシンかな。何やねん、それ。え？どこ行くねん。え？タイムマシンで？ボケがもう、どこ行くねん。でも、タイムマシンは欲しいやろ。どこ行くん、はい、え？あ、行き先できない未来も過去だ。で、過去行って、はい、1945年。ヒトラーやん。ヒトラー。ヒトラーやん、ごめん、おい。おい、いきなりホタルの墓シリーズ続いてるやん、ほら。ちょっと待って、まだこれで直してないねん。まだ直してないねん、これ。マジだっていいわ。高いやろ、トイレ。コンビニくっす。うん。じゃあ、じゃあ行けへん、コンビニ。いや、おい、言うわ。おごったんで。いや、やめとくわ。迷うんだい。おごっとした。おお。礼儀正しい。あの子、礼儀正しい。はい、行きます。そして、何せ。
みやもったーみやもったーはい、ということで、行きました。はい。ゲットしたよ。こちら、ちょ、見せられへんか、こうしとこうなんかなんか。ま、こうか。これ一応カードです。これどうやって使うの？で、その番号をと入力していくじゃないですか、その数字を。で、そのネットのんで、その支払い方法で、その数字を入力して、で、そこから引き落としされるようになるんですよ。え、知ってんで。あ、知ってんで。うん。いや、言ってん。あ、前言ったやつやろ、俺が。前に説明したやつやろ。こちら、早速使ってネットで買い物していきましょう。もうね、簡単です。Amazon 開きますよ。まず、1個目。欲しいのが、もうこれね、個人的なんですけど。鍋。これ欲しくってんなぁ。鍋が。二個目がこちら。こちらなんですよね。もうね、僕ね、何個かピックアップします。もう昨日ね、このドッキリするっつって、もう、楽しみで寝られへんくって、もう一生、6時間ぐらいアマゾン開いてたからね。で、三つ目。はい。三つ目が、こちら。もうこの寒い冬、暖房効かないんで、毛布で暖かくなります。毛布っすね。はい。ほんでね、もう一個、四つ目が、ちょっと奮発しちゃおうと思いまして。こちらちょっと高いんですけど、はい、こちらです。ヘアポッツです。これしかも最新。もう音えぐいらしい。周りの音聞こえへんの。それ僕も欲しいっす。欲しい？はい。ええやん。買っちゃる。いいんすか？あ、全然。ほんで、5つ目。ヘアポッツのケース。買おうと思ってたんやけど、そうやって山ちゃんの分も1個追加で、2つ。買っとこうか。はい、で、6個目。これが一番悩んで大事かな。これ。金庫。金庫っすか？うん。ここに次から大事なもん全部入れる。はい。これだって潰されへんやん。これを買って、計8万6千円ということで。はい。もう今度は別にもう値段気にせへんから、俺からしたら。しっかり購入したんで。ただ、これね、私利私欲。自分たちのものだけ買っても面白くないということで。12月7日に、チャンネルガードマン。in the Philippines。 こちらが東京でイベントが開催されることになったんですよ。そちらのチケット、視聴者さんにプレゼントしたいと思います。そちらもね、購入していきましょうか。はい。ガードマンのライブもあるんすよ。ただ、メインはそこじゃないね。もうわかるよな、ガードマン。見てるから、編集してると思うから、わかるよな。お前今震えてるやろ。何される？ガードマンのクレジット番号、入力します。これちょっと見せれないです。みんな買っちゃうでしょ、それやったら。はい、ということで、次の日になったということは、もちろん、こちら、届きました。はい。すごい重量感。重たいよ、これ。重たいですか？だんじり3つ分ぐらいあるね。来ました。来ましたね。え？なんか富士山の空気いっぱい頼んだ、俺。まずこれ、まあ、寒い冬にといえばこの IH コンロ。こちらですよね。鍋とコンロセットで。あとこれなんやろ。あ、これ毛布。あったか毛布ですね。めっちゃ小さいっすね。こちらも1個かな。あれ俺3つだけやった、頼んでたの。あれ少ないっすね。なるほどね。僕全部で商品を、1、2、3、4、5、6。6種類の商品を頼んで。ほんでまずね、AirPods。AirPods が、在庫入り次第お届けします。まだ在庫入ってないみたいなんで、まだなんです。まだ届いてません。金庫あったでしょ？はい。あの金庫も、あと3日かかるみたいです、届くのに。やっぱ、多分特注やからやろな、あれ。そうですね。まあまあいいやつ買ってもだよな。まあね、こちらの商品すべて届いたというわけで、今からガードマン呼び出して、ガードマン来るの、待っていきましょう。いよーお疲れ。寒い、そこ。寒いやろ。え、どうしたの？サブチャンネル撮ったとこでしょ？いや、撮ったとこって言って、これな、見て、はい、ちょっと、荷物届いたからでかっ紹介がてら、これも撮りたいなまだ靴届きましたかね？靴かな、分からんけどで、サブチャンですか？そうサブチャン撮ります？うん、紹介というか、開封動画か。あ、じゃあオープニング撮るっすか？あ、オープニングはもう俺さっき撮っといたね、お前が来るまで。でも開けるだけでいいんすか？開けるだけ、一個ずつ紹介していこう。そんなん、俺いないやん。やってくれるじゃん。ガードマンのあれかもしれん。いいの分からんけど。うわ、おぉ、あ、多分これ。え、すげえ、見て。IH。これ多分俺や。鍋や。うん。なんでお前やねん。多分そうじゃないこれ。
これだって俺欲しかったって一回ツイートしたと思うねんな、 IH コンロ。じゃあ、まあ、これじゃんけんでいく、はい、IH コンロこれ嬉しい、これ一回溶けていいですか。うん、一斉に刺してとりあえずちょっとやる。あの山ちゃんどれが欲しい。じゃあ欲しい、ね、コンセントがいい。あ、違う違う、これとこれ確定か。違う確定とか違う、これマジ俺買ってるっぽいの。それマジで必死のこじきっすよ。必死のこじきじゃなくて、マジで買ってるよ。なんなん急にそのみんなで持って帰るみたいなのになってよ、お前サブな、うん、いやマジで買ってるわ。じゃあ見た瞬間わかるやん、買ってたら。今思い出した、完璧に俺、あ、うん、完璧に俺やだって。うん、完璧におりゃ。だってお前のカードで勝ったもん。もうええから言って。あああ、もうこれ犯罪っすよ。俺が怒ってんの分かるよな。信じてんじゃん。チーで言って、お前これはあかんって。てつやもん。でもそんなわけなんだ。お前ちゃんとお前病院やなこれほんまに。お前病院呼んだら警察も来るからな、勝手に。え、マジもうほんまにうざい。いいよな。もういいよ。お前いいよ。もういいよ。俺同じレベルになれへんからさ。俺こんなやつと違うからな。こんなんで人の頭殴らんからな俺。俺が怒ってんの分かるよな。俺同じレベルの人間じゃないからな。俺が我慢した時点で俺上やからな。俺こんなんで人殴らんから。俺我慢したから俺上の人間やな。もうおもろないねんって、マジで。はよ返せって。そんなコンビニもはよ返せって。もうお前おもんない。お前マジでおもんないって。お前マジでカードは返せって。お前これ舌ちぎれたんちゃう。いや、マジでほんまやな、脳天ちょっかしてんやろ。え、もう普通にこれさ、もう相談するわ。お前マジ何やったん。ほんまに悔しくて泣きそうやろ、マジで。え、もうこいつほんま、もうなんだお前。おかしないマジで、普通に。ちょ、もうカード返せっつってんねん。カードほんまにないやん。ほんまに静かなの、怒ってんじゃん、俺。マジでないもん。マジで。ほんまに俺怒ってんの。もうこれで分かったな、この力強さで分かったな。動画止めろ、動画止めろ、動画止めろ。俺今からブラジル貸します、マジで。俺ブラジル殴らんの今から。あ、動画止めろ、止めろって。止めろ。俺強さ分かるよな、ほんまに。もうカード返すって。あ、ガチでほんまにさ、俺怒ってるやん。カード返せって。早く出せない。いや、探してるから待って。あ、出せ。マジでちょ、早く出せ。ちょ、なんなんそれ。ちょ、ほんまにないんやって、ポケットには。なんなんお前、その探し方。うまいか。なあ。どうも、MY です。はい、今回のね、ドッキリで使ったイベントのチケット4枚あるんですけど、なんと僕らチャンネルガードマン12月7日にイベントをすることになりました。ほんでね、場所は東京でするんですけど、僕たち12月6日から多分東京におると思うんで、まあ、多分ね、ガードマンのツイッターから言うと思うんですけど、何時何分に渋谷来てくださいってガードマンがツイートするんで、その時に来てくれれば、その来てくれた方に限定4名で僕らから直接手渡しでチケットをプレゼントします。まあね、4名つってもほとんどもね当たらないと思うんで、もう皆さんね、普通にチケット購入してください。あなたみたいな運ない人は、もうチケット購入するのが一番早いです。チケットの購入の仕方はね、概要欄やコメント欄にあるんで、そっからぜひ皆さん飛んでください。公式 LINE あるんですけど、公式 LINE からでもチケットは購入できるんで、皆さん追加してない方はぜひ追加して、チケット購入してください。イベントのチケット購入されて、入金あるんですけど、その入金をせずにキャンセルされたチケットがまだ何枚か残ってるんですよ。その余ってるチケットがあるんで、皆さんぜひ購入してください。ほんでね、イベント自体は視聴者さん参加型の企画するんで、皆さんぜひ来てください。まあね、昔からチャンネルガードマンを応援してくださってる方とか、大阪のイベント来れなかった方とかは、ぜひね、東京のイベント遊びに来てください。では皆さん、東京のイベントで待って